年齢か。でもよく考えてください皆さん、年齢についてちょっと今日話します。ちょっと年齢についてちょっと今日語りましょうか。皆さん何歳ですか？皆さん自分の年齢を今頭の中に思い浮かべてください。はい、まあ、コメントでね、何歳って言いたくない人もいると思うんで、言いたくない人は別にコメントしなくてもいいですけど、まあコメントしたい人はコメントしてもらって、コメントしたくない人だったとしても自分の年齢ぐらいはもちろんわかると思うんで、頭の中で自分の年齢を思い浮かべてください。いいですか？まあ僕35なんですけど、まあ日本の平均寿命って、まあ男性女性によってちょっとだけ多分ズレはあると思うんですけど、でもまあ大体80何歳とかでしょ、今の平均寿命。多分86、78ぐらいでしょ、平均寿命って。85.6 か。まあ80じゃあ、まあ5だとしよう。平均寿命がまあ85ぐらいだとして、俺今35なんですよ。ってことは、俺が生まれてから今までのこの間、この期間、これをあと1回繰り返すと、僕もう70なんですよ。で、そうすると、ね、もう今まで生きた2倍ちょっとしか生きれないってこと分かる？もう単純計算で。そう考えたらなんか悲しくなんない？これ今35じゃん。で、日本の平均、寿命がまあ約85ぐらいらしいんですけど、35歳をかけるにしたら、今までのこの俺が生きてた期間をあともう一回繰り返すと、これ70歳になるの約、でそれを3倍しちゃうともう100歳超えちゃうじゃん。105歳になっちゃって、まあ105歳までは基本平均寿命を考えたら生きられることはかなり確率低いと思うんですよ。もうあと今まで生きてからこの期間の3倍生きれないからね。あと2倍とちょっとぐらいだと思うんですよ。2.5 倍ぐらい。平均寿命で考えたらだけど。そう考えたらすごくない？まあ、もちろんね、その、年齢が後半になればなるほど、多分、人生が楽しくなくなることもあると思うのよ。あと、不便なことも増えると思うんですよ。まあ、例えば体中がなんか動きにくいとか、ね、若い頃のようになんかこう動けなくなると思うし、あと楽しいことも多分だんだん減ってくると思うし、正直、今話してたのはもう本当にただ生きる年月の話なだけで、そう、年を取れば取るほどいろんなことが、まあ見た目とかもね、正直やっぱ劣化してきますし、そう考えたら悲しいっすよね、人間。だから平均寿命が85だとしたら、今だから42、3ぐらいの人か、今42、3ぐらいの人はちょうど今まで自分が生まれてから生きてきたその期間をあともう一回繰り返したらちょうど多分死ぬぐらいなんですよ。ちょうど寿命で亡くなるぐらい、多分そんなぐらいっすよ、平均寿命から考えたら。悲しいっすよね。25歳ぐらいの人もあれですよ、25ってまだ相当若い方だと思うけど、言ったって 25×3 だというだともう70とかですから、75か、かける4したら100だからね、かける4まではなかなか生きられないじゃないですか。100歳まではなかなか生きれないと思うんで、生きる人は生きるけどさ、そう考えたらね、すごいですよ年齢って。人間って残酷ですよね。人間って残酷だと思うわ。
長生きはいいことでもない。やっぱり人間50年で、まあね、確かに50超えたらもうどんどんやっぱね、老化してきますからね、見た目もやっぱりどんどん劣化してきますし、あとやっぱね、その体もなかなかね、その若い頃のように動かなくなってきたり、まあ、正直多分生きてて辛くなってきたりすることっていっぱいあると思うんですよ。まあ、確かにね、長生きイコールいいことっていうわけでもないのかもしれないですよね、そう考えたら。まあ、要するに苦痛な時間を生きなきゃいけないっていう、まあ、生き地獄って言い方も変なんですけど、あれなんですけど、ある意味若い頃に比べたらね、やっぱきついこともいっぱいあるだろうし、まあそう考えたらね、確かに長生きイコールいいことってわけでもないのかもしれないですけどね。まあまあ物は考えようですけどね。まああとこれがね、また残酷なことにね、これがまたね、残酷なことにさ、昔と比べて今って医療がね進歩してるじゃないですか。医療が進歩した分、昔より多分平均寿命って上がってると思うんですよね。まあ、長く生きれば生きるほどむしろ苦痛な時間が増えるっていう考え方もあるんだよね、それって。ある意味考えようによっては、まあいいことなんだけどね、いいことなんだけど、医学が進歩すること、いいことではあるんだけどね。まあ物は考えようっすよね。早いっすね。時の流れは早いよ。表彰状どうも。時の流れは早い。低身長は長生きする。高身長は常に心臓を駆使するから短命。ああ、でもそういうのはあるよね。アスリートとかだってやっぱり寿命短いらしいですよね。体に負荷をこう与えてるから。まあよく言うことだと思うんですけど、アスリートとかってほら体にめっちゃ負荷をかけるじゃん。だから長生きできないっていうよね。ある意味ね、そう、体をやっぱ動かさない人の方が、まあ、つまりはニートの方が長く生きれると思うんですよ。ニート最強っすよね、そう考えたら。まあでもあれ、なんか多少運動した方がいいとは聞くけどね、全く動かないのもなんか逆にダメで、多少は運動した方がいいとかって聞いたことあるけど、まあ、どこまで本当か分かんないですけどね。あー、匿名の方から5倍に小屋たー、ありがとうございます。いやー、ほんとねいやー、僕もこの先どうすればいいのかね。僕もこの先どうすればいいのか分かりませんよ。
これ延長しちゃってるよ。延長しちゃってるやないかこれ。いや早いな本当に。本当にもう35ですよ言っても。早い。風船だもん。あ、ケーピアだす。いやいいね、風船どうも。いや僕もね、もうこの先どうしたらいいんでしょうかね、マジで。あー、あざす。2個あざす。なんだっけ、ふわっち大将。資格は別に取らないかな。資格俺持ってるから。マニュアル免許。これも国家資格だからね。俺のマニュアル免許も一応国家資格、国家資格なんで。国家資格がなんか言えなかった。国家資格ってなっちゃうわ。国家資格ね。いやー皆さん。でも一つだけ言えることは、何も考えないで生きても、何か考えながら生きても、結局は、あれですよ。自分の生きる寿命なんて変わんないですからね。何も考えないでチャランポランに生きようが、いろいろ考えて生きようが、生きる年月は変わんないっすよ。何歳まで生きたいって、いや分かんないね。なんか年取ったら取ったでさ、なんかまあいろいろなんかね大変なんだろうなって思うよ。なんか体が動くのがきつくなったりとか。だからそう考えたら長生きって幸せなのかなと思ったりするけど、でもかといって早く死ぬのもなんか怖いじゃないですか。まあ年取ってから死ぬのも困って、また基本的に死って怖いですからね人間。まあいつかは必ず死ぬんですけど、皆さん自分が死ぬ瞬間を考えてみて、恐ろしいなんてもんじゃないでしょ。いつかはそういう時が来るんですよ。いやーなんか人生って残酷やな。人生って残酷。はい。それは本人しかわからない。まあもちろん辛いこともあったかもしれないけど、まあ表面的に見たらね、どう考えても、うるせえ、うん、どう考えてもそうだな。ああ。